いつもお世話になっておりますカステラマンです。今週のショート動画を振り返ってまいりましょう。交易所に向かって斜め橋の元ができてます。交易所に向かって斜め橋の基礎ができてます。交易所に向かって斜め橋ができました。交易所に行ってみよう。村人も褒めてくれたよ。渡ってたらどんな橋かわからないかな。ちょっと遠くから見てみよう。さらに遠くから見てみよう。レッツゴー。斜め建築初挑戦頑張りました。高評価ポチってください。チャンネル登録もお願いします。これは自身初の斜め建築の橋に建設チャレンジしたという動画になります。ショート動画ではバタバタとしてましたが、ちょっとゆっくり見に行ってみましょう。これ見た目よりめちゃくちゃめんどくさかったです。マインクラフトで斜めに何かを作っていくというのがこんなに難しいとは思いませんでした。でもどうですか、この斜め建築特有の不思議な感じ。下手くそなりに頑張ってると思いませんか。まあこの左側にある作ったばかりの交易船の方が目立っちゃってますが、橋の左側から見てもやっぱり交易船が目立ちますね。そもそも橋って主役になり得るんでしょうか。橋の右側からも見てみましょう。ちょうど日が暮れてきましたよ。なかなかの風情ではないでしょうか。では次の交易船関連動画は3本に分かれておりますが、まず前半の2本を見ていただきましょう。交易所で頑張る村人に交易船を作る。村人ちゃんいつもありがとう。お礼に船を作ります。造船現場へレッツゴー。頑張っていい船を作るからね。船内はまだ何もありません。一番乗り来た。交易船完成。7つの海を股にかけるということで威風堂々帆船にしました。船着き場に行ってみましょう。こちら船首になります。村人の安全最優先、頑丈に作りました。接岸状況もまずまずのようです。船渡しのタラップも凝ってみました。これは SOS 塔です。不測の事態の時はこれでトントントンツーツーツートントントン。モールス信号もバッチリです。最後尾にはこれまた村人の安全を考え救命艇も完備。明日はこちらから船内をご案内します。船内もめちゃくちゃこだわりました。どうかお見逃しのないようよろしくご視聴ください。はい、というわけで今週のメインコンテンツ、交易船です。アカシアの木の素材の赤い色とかぶってますが、交易所の屋根と交易船、いいコンビではないでしょうか。初の船建築にしてはフォルムはまずまずではないでしょうか。やっぱり交易所、交易船、統一感があっていいですね。それでは近くに行ってみましょう。このアングルが一番かっこいいかな。この切断してる鎖の感じもなかなかいい。ここなんかタラップなんですが、わざわざ焚き火を消して設置してますからね。船尾に回り込んでみましょう。ほら、救命艇もちゃんと完備されてて本格的な船になっております。トントントンツーツーツートントントンとモールス信号もバッチリです。このトラップドアを開けると船内に入ることができますが、次のショート動画を見た後でご案内したいと思います。この救命艇マジで普通のボートを使ってますからね。ちゃんと乗れますし、甲板からちゃんと船首の方へも歩いて移動できます。ゆったりとした結構デカめの船。甲板デッキの上の装飾デザインなども結構凝ったつもりです。この帆は白い羊毛で作っております。せっかくなんでこの際船底も見てもらいましょう。昨日ちょうど水中呼吸3のエンチャントを防具につけれたので、船底も少し凝った作りにしてもいいですね。このままのっぺらぼうというのも味気ないですもんね。
ここから背泳ぎで船を眺めながら泳いで岸に向かってみましょう。ナイスですね。いやーいい感じ。この辺りなんかも雰囲気を大事にしました。あ、港特有のこの2つのブロックは向きが反対側の方がいいな。この向きこの向き、船尾側も。本当にいい感じね。それではいよいよ船内のご案内になります。まずはショート動画をご覧ください。ってわけでですね、交易船のご案内、今日は室内編になります。快適に過ごせるようにがっつり作り込みましたよ。階段を降りてまず船首側をご案内します。不法侵入や。あ、でもまだ引き渡し前だから誰が入ってきてもいいのか。まず船首側は居住スペースになっており、ベッド、チェストなど基本的な生活グッズ、机、椅子、絵画なども取り揃えております。続いて船尾側、食料はもちろん大釜2つにはたっぷりの水がきっちりと準備されております。最後に船尾側の左右のはしごどちらかを登ると、なんと船内からも救命艇へ向かえるんですよ。らしいでも自在ですよ。いい船だと思ったら高評価お願いします。いや、うらんしい。はい、ショート動画の方では行商人に邪魔をされた船内案内でしたが、がっつりご覧いただきたいと思います。ランタン、ベッド、チェスト、絵画、机、椅子、本棚など健康で文化的な最低限度の生活が営めるようになっております。本当は個室にしたかったのですが、スペース的にとてもじゃないけど無理でした。チェストなんかもちゃんと使えるんですよ。まあこの絵のデザインは置いといて、船尾には食料や水が置いてあります。ショート動画で言った通り、このはしごから救命艇にアクセスできます。これで初の船建築紹介動画を終わりにします。では次のショート動画に参ります。チャンネル登録お願いします。そんな日もあるさ。作ったばっかりの交易船に猫が。待て待てー、勝手に入っちゃダメだよ。え、鎖って乗れるんや。あの可愛い猫追ってみよう。せーの。あ、交易所の周りには猫が結構いて、いろんなところを歩き回ってます。ほら、あの屋根の上にも。そういえば交易所の中あんまり見せたことなかったですね。ピノキオの絵画なんか飾っちゃったりして。というわけでショート動画とはあんまり関係ない話になりましたが、今週最後の動画に参りましょう。たったの8手無限マグマ製造機。1手目石系ブロック2個設置。2手目追い立て前と真下を掘る。3手目掘った真上を壊して鍾乳石を設置。4手目鍾乳石の真下に大釜を置いて横を埋める。5手目鍾乳石上のブロックにジャンプを切れ仮ブロック設置。6手目仮ブロックの下半分に半ブロックを十字型に設置。7手目仮ブロックを壊す。最後マグマを入れれば無限マグマ製造機の完成。高評価とチャンネル登録お願いします。結構有名なマグマを無限に増やせる簡単装置のご紹介動画です。今回のテーマは最短手数で作るということで、あまりバタバタと早口にはせず、でもそれでいてテンポ欲を心がけました。お、溜まってますね。実はマグマこっそり溜めてるんですよね。ほら、まあ特に使う予定はないんですけどね。マグマを入れる場所だけたくさん作ってます。いやー無駄に作ってるなー。ってわけでですね、今回の動画は以上になります。ご意見ご感想は
ご遠慮なくコメントください。高評価やまだの方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。